サーテックソフトウェアインクはアメリカ合衆国でコンピュータゲームの開発と販売を行っていた会社。1979年の秋、ノーマンシロテックとロバートウッドヘッドによってシロテックソフトウェアが設立された。シラテックソフトウェアはインフォツリーというデータベース管理プログラムやギャラクティックアタック後にウィザードリーとなるゲームをリリースする。1981年の春に サーテックソフトウェアインクに解消。代表作は 3D ダンジョン RPG のウィザードリー。ウィザードリーシリーズは1981年から2001年までの20年間にナンバリングタイトルだけで8作がリリースされた。ターン性のストラテジーゲームのジャッジド・アライアンスシリーズは1994年に第一作が発売されドル箱と呼ばれる人気タイトルとなった。 同シリーズの第3作目となるジャッジ・ド・アライアンスには最初のリリースから15年後にも利用可能である。1998年に北米にあったサーテックは資金繰りなどの問題からその歴史に幕を下ろした。その後もカナダに存在した同社の開発部門であるサーテック・カナダはウィザードリー8やジャッジ・ド・アライアンス2といった作品を開発し、 他社から販売されていたが2003年に閉鎖された。ありがとうございます。